新入社員に伝えたい最高の自分を発揮して会社で結果を出すための9つの行動習慣を紹介しますそういうことですよねはいこんにちはライフコーチのミスターカチです今日も来てくれてありがとうございますなんか仕事って大変そう会社でうまくやっていけるかなそんな不安を感じている学生 毎日与えられる仕事を一生懸命やってるけど全然思うような成果が出ないそのように悩んでる新入社員そんなあなたのためにこの動画を作りました努力することや一生懸命やることは間違いなく大切なことでも間違った努力をしていると結果は出ません 結果は出ないから周りからは信頼されないそして仕事にやりがいがなくなって燃え尽きてしまいますもしあなたがアメリカに来たんやったら今すぐ走る練習をするんじゃなくて飛行機のチケットを取ることが大切流れるプールを逆走しても全然前に進まへん疲れるだけ だからしっかりと流れを読んで正しいポイントで正しく努力することが大切そうすることで楽にストレスなく自分の力を発揮できてそして結果も出るそして周りからも信頼されて仕事が楽しくなっていく今回は これまで1万人以上の方に職場で自己発揮するための支援をしてきたプロコーチの目線で新入社員の成り立てのあなたが職場で自分の力を発揮できて結果を出すための行動習慣を厳選して9つ紹介させていただきます。この動画を最後まで見ていたただけたら 与えられたリソースを最大限に活用して自分の実力を発揮できそして結果も出るから周りからも信頼されて自分がやりたいことを会社で実現できるようになります。 ですから最後までご視聴くださいこのチャンネルではあなたがあなたらしく働きあなたらしく生きるための考え方や生き方そして行動習慣を全力で紹介していますもし興味がある方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいですあと SNS でも毎日配信してますので概要欄からつながってくださいそれでは早速紹介しましょう 職場で最高の自分を発揮するための9つの行動習慣何があっても時間を守る会議では必ず発言するラフ案を送る十を聞いて一をつかむ120点の仕事をする仕事をなくす方法を考える市場価値を高める本音と つつながるミッションを持つ1何があっても時間を守る上司やベテラン社員から見て若手社員に一番足りていないなと思うのはこの時間に対する意識です締め切りや期日アポイントの時間そして出社時間などなどこの時間をしっかりと守る。 これだけできるだけでも他の社員と差をつけることができますほとんどの仕事は一人で完結しませんたくさんのプロフェッショナルと連携して力を合わせて一つの商品やサービスそしてコンテンツを作っています例えばイベントの広報の仕事それは広報全体をマネージメントするマネージャーがいて広報のチラシを配布する配る そそしててれをデザインする人がいてゲストとコンタクトを取るあなたがいるそのあなたがゲストとコンタクトを取るのが遅れてしまったらチラシに載っけるゲストの情報がないからチラシは作れないチラシ作れないから配れない配れないから広報ができない宣伝ができないんですつまり集客に影響が出てくる集客に影響が出るということは会社の収益 売上にも影響してくるんですだからどんな小さな仕事もそれ一つで完結しないんです一つ一つの歯車がうまく回って一つの商品一つのサービスそして会社全体を運営しているだからどんな仕事でも期日は絶対に守る期日は守るでもし期日から遅れそうになったらそれが分かった早い段階で その関係する人に連絡しましまょう覚えておいてほしい言葉は自分でボールを持ちすぎないこの回ってきたボールを自分のとこで止めすぎないということですできるだけ次の人にボールを早く早く回していくそうすることでチーム全体のスピードがどんどん上がっていきますそして今ねすでにたくさんボールを持ってる状態で新しいボールが来たこのボールを 言われた期日に、えー、回すことができない、それが分かってるんだったらその仕事を断ることも大切です。仕事を任せていただけるのはありがたいのですが現在○○と○○の仕事を今週中に完了する必要がありその期日で仕上げるのは難しいと考えています。恐れ入りますが他の方にご依頼することは可能でしょうか もしくは期日を来週まで延ばしていただければお受けできますがいかがでしょうこのように伝えれば仕事を依頼してくれた方があなたの仕事を調整してくれます他の方に回すかそしてあなたの仕事を減らすかそのように判断してくれますだからやみくもに仕事を引き受けない何でもかんでもイエスと言わないこれも大事なんです はい、できないことはできないそれを相手の立場を考えてしっかりと明確な理由を添えて伝えましょう、2. 会議では必ず発言する。当たり前のことですけど会議に出席している時その椅子に座っている時も間違いなく会社から給料は支払われていますその会社からもらっている給料以上の価値をあなたはその会議で生み出していますか その意識を持つことがめちゃくちゃ大事ですまず最初に「あなたの時給はいくらですか?」「1時間あたりもらっている給料はいくらですか?」「これを知ることが大事です」「これを意識することが大切なんです」「その時給は毎月もらっている給料と毎月働いている時間それを割ったら出てきますよね」 例えばそれが1500円やったとします。1時間あたり1500円もらっている会議は3時間。つまりその会議に出席することで4500円もらっていたとします。それではあなたはその3時間の会議で4500円以上の価値を生み出しましたかもしイエスであれば具体的にどんな価値を生み出しましたか それを明確に答えることができなければあなたは給料泥棒になります数年後間違いなく会社から必要のない社員になってしまうんです当たり前ですけど会社は会社が投資した以上の価値を期待してあなたに給料を支払っている4500円のピザを注文したとしますそそれでそのピザが 届かなかななったらどんな気持ちですか500円ぐらいの安っぽいポテトしか配達されなかったらどんな気持ちですかもうそのピザ屋さんから注文しないですよね文句言いますよねクレームつけますよねそういうことなんです4500円支払ったのであれば4500円以上の何かを期待しているんですあなたがその会議で期待されていることは 給料以上の価値を生み出すこ,とこれは会議だけではありません会社にいるすべての仕事がそうなんですすべての時間がそうなんです もらっている給料以上の価値を生み出しているかどうかこの一日今日というこの一日で日給以上の価値を生み出したかどうかなんですその意識を持つことそういうふうに考えて仕事をすることそれだけで発言そして行動振る舞いすべてが変わってきますそそしてそれは 先輩社員上司そして会社にいる人お客さん全ての人に伝わるんですだからこそまずは会議で何か一つ何か一つでもいいから必ず発言しましょうでなかなか発言することができないその場で考えることができないというのであれば事前にアジェンダを送ってもらってチェックしてどんなことを言おうかなっていうことを考えてノートにまとめておいてくださいそうすれば発言しやすくなります 3ラフ案を送る仕事に慣れていない段階で自分で抱え込んで100点満点を出そうとするのはやめましょう以前に僕の会社でこのようなことがありました、えー、スタッフに子ども同士が仲良くなれるイベントを企画してほしいそのように依頼したんですそしたらそのスタッフは一生懸命その企画案を考えてくれましたそして3日前に イベント3日前に僕にその企画案をプレゼンしてくれたんです企画書をみっちり書いてそしてパワーポイントでも資料を作って結論を言えばその企画案はボツになりましたスタッフが考えてくれた企画はレゴでおもちゃを作ろうというものでしたものすごく楽しそうで仲良くなれるなってイメージできるんですけどレゴって高いんです で今回は無料のイベントだ,イベントだからそこまでそこに投資することはできないだからボツになりました彼がこの企画を考えた時間は8時間時給1,500円とすると1万 2, 円が無駄になりましたしかもイベントまであと3日しかないので企画を詰める時間もない結局おカッチが考えた段ボールでおもちゃを作ろうその企画案になりました もちろん100点を目指すのは悪いことではありませんただまだ経験が浅い状態でそして依頼してくれた方との関係性も薄いだからどんなことを望んでいるのかっていうのをまだはっきりとわからないそんな関係性の状態では自分で抱え込んでしまって自分で判断してしまうのは危険だということですだから早い段階でまずはその 方向性が合ってるかかどうかの確認ここだけは早くすることが大切ですアイディアが思いついたりいい企画案が浮かんだらもうガッツリとそれを煮詰める前にもうラフな案でいいので責任者にそれを投げてくださいねもう大層な資料もパワーポイントも何もいりません30秒ぐらいで口頭で説明できるぐらいのもので OK です先日依頼された子ども向けのイベントの件なんですけども レゴを使って恐竜パークを作るというのはいかがでしょう。お、それ面白そうだね。だいたい予算はいくらくらい？予算はだいたい二万円ぐらいです。あ,あ、二万円か。それだったら今回は無料のイベントだから、えっと予算は五千円ぐらいに抑えてくれるかな。はい、わかりました。 もうこんんな感じででいいんですこれを早い段階でやっていたら上司が本当に求めていること責任者が望んでいるってことをちゃんと理解して企画を進めることができますだからとにかく早い段階でラフ案を送りましょうこの段階では100点でなくて OK です50点で OK 早めにやるスピード重視です410を聞いて1をつかむとにかく仕事の依頼が来た時は 10を聞きましょうさっきのレゴのイベントの件にもありましたけど相手がどんなことを求めているのかそれが分かっていなかったら相手が期待していることに答えることはできませんだからまずはしっかりと聞く何を聞くのかとにかく3つのゴールを意識してください G1G2G3G1 はタスク G2 は目的 G3 はビジョンです えー、具体的に営業所の玄関の掃除を依頼されたこの事例をもとに紹介していきたいと思いますまず G1 は営業所の玄関の掃除をするこの G1 レベルで仕事をしている人は営業所の玄関の掃除をしたらこれでおしまいです G2 それは何のためにやるのか営業所の玄関を掃除するのは社員が快適に仕事をできる環境を作る この G2 レベルで仕事をしている人は営業の,の玄関だけではなくて棚の資料の整理もできるようになります G3 ビジョンその目的を達成したらどうなるその目的を達成したらストレスなく営業ノルマに集中できるこの G3 レベル で仕事をしていたら、棚の資料の整理だけではなくて、会議の議事録の共有する仕組みを作ったり、掃除のマニュアルを作ったりします。このように G1、G2、G3、どこに意識を置いて仕事をするのかで、取り組む行動や仕事が変わり、上司から指示がなくても自分で考えて自分で行動できるようになるんです。 G1 で仕事をしていたらいつまでたっても指示がないと動けないで言われてから動くので後手後手になって時間に追われて仕事をすることになるつまり一を聞いて一しかできない G3 で仕事をすると指示がなくても自分で考えて必要なことを行動し言われる前に動くので自分のペースで仕事ができるのですつまり 1位置を聞いて1を知ることができるこれができると常に自分より2つ上のポジションの人の視点で仕事をすることができます1つ上が直属の上長で2つ上が上長,上長の上司である例えば課長であったり支店長この意識で仕事をすると 自分の立場だけでアイデアを言うんじゃなくて上司の立場で会社の立場でアイデアを言ったり物事を考えられるようになりますだから自分の意見が通りやすくなったり相手からもこの人は僕のこと分かってくれてるって言って信頼関係を結べることができてパートナーとして仕事をすることができるんです だからこそ上司やお客様から仕事の依頼が来た時は G1 だけを聞くのではなく G2 そして G3 をしっかりと把握することしっかりと確認することが大切ですどのように確認したらいいのかもう質問は簡単ですね、まあ、言われた仕事がありましたその目的は何ですかそれをやったらどうなりますかその意味は何ですかこれが G2 です目的や 意意味そして上司の意図を確認する質問これが G2 そして G3 はその目的をずっとずっとやり続けたらその先にはどんないいことがありますか その先にどんないいことがある、これがビジョンやミッションそして本当に本当当にににそそのお客様、そしてて上司、会社が求めているることを確認すす。質問になりますこのビジョンはそのお客様だけではなくてお客様の先にいるお客様のお客様であったりその上司だけではなく上司のもっと上の会社が求めていることであったりそういうようなビジョンを確認することこれがとても大事です。 こんな感じで銃を聞くことを何度も何度も繰り返していけば上司が求めていることお客様が求めていることそして会社が求めているっていうことがだんだん分かってきます分かってくるから言われなくても行動できるようになるんですそういうことを繰り返し繰り返してしていけば相手から信用されるようになって信頼関係が強くなっていきます位置を聞いて銃を知れるようになるそして1言われなくても でできるるようになってくるんですその他に確認する事項としてはこちらです絶対条件、これマストですよね絶対に守るべきことは何ですか、えー、日にちは3月12日で決まっていますか使えるお金は5000円以内ですかスタッフは何人使いますか、えー、何人集客しないといけないですか絶対に守るべきこと必要条件、ボント可能であれば守ってほしいこと。 できればそのイベントでは映画を流してほしい BGM はディズニーがいいな可能であればこれ守ってほしいなこれが必要条件です使える資源リソース、まあ、絶対条件必要条件ともかぶってくるんですけど使える人そして物金は一体何なのかこれを具体的な数値として確認してくださいあとは期日デッドラインですいつまでにやらないといけないのかそして 次はいつそして具体的に何をあなたに報告したらいいのかこれを確認しましょう5120点の仕事をするカリスマ編集長の星葉さんが楽しくなければ仕事じゃないという本で書かれていたことですが学校では100点満点以上のことはありません学校のテストでは100点が満点ですだからギリギリ合格の100点も めめちゃめちゃゃ優れた100点も同じなんですでも仕事は違いますここで100点を取るのがあなたの仕事ですと言われて100点の仕事をやったとしてもそれはプラススマイナスゼロです予想通りの仕事給料通りの仕事で感動は生まれません人の感動を生まれたり人を満足させるのは期待している 以上の価値を生み出した時予想以上の成果を生み出した時ですもしあなたが1万円のホテルに泊まりましたでそこのサービスが1万円以下やったらどうやろう。もうこんなとこ二度と来るかって悪い口コミが広がりますよねでも1万円払って1万円 料理の仕事やったとしても、わざわざスマホ出してインスタでなんかこう投稿しようとか思わへんのちゃうかな。でも、これが1万2000円のサービスをホテルがしてくれたらどうやろう？ もう思ってもみないウェルカムシャンパンのサービスがあったり料理を食べていたら料理長がわざわざ挨拶を指をしに来てくれたり散歩が好きな妻のために近くの散歩スポットの地図をわざわざ手書きで書いてプレゼントしてくれたりそういうことをしてくれると感動するよね嬉しいよねで思っても見ないことだからスマホで撮って SNS とかあの拡散するかもしれへんしまた来たいって思うやん自分自身。そそしてその投稿を見た人が あこんなホテル私も行ってみたいって自分の気持ちが乗っかってる投稿やからそれを見た人がまた来たいってなってどんどんいい口コミが広がっていくそういうことなのわかるお金を払ってもらったじゃあそれ以上のサービスを提供した時その時に感動が生まれんねんそこに喜びが生まれてそれが満足感につながっていくんですだから この辺でいいやろう的な仕事はやめよう。言われたことだけをやるのはやめんねん。相手がどんなことを求めているのか、G3 をちゃんと理解して、その G3 を叶えるための G1 を自分で考えて行動する。そうすれば、期待以上の評価をしてもらえるようになって、そして満足されて、そこに信用ポイントがたまっていく。そしてお客さんとの関係もどんどん深くなっていって、会社での自分のポジションができていく。 6仕事ををなくす方法を考える今与えられるその仕事を120点でできるようになってきたら次はその仕事をなくすにはどうしたらいいか。 もうその仕事を二度とあなたがしないようにするにはどうしたらいいかその発想を持って今この仕事に取り組むこれが大事ですこれができたら1時間ああたたりりのあなたののな仕事の価値がが何倍にも膨れ上がります例えば社内研修であなたが製品の説明の依頼をされたとします そうなった時にただ製品の説明をするだけではなくてその説明している様子を動画で撮影しておくそうすれば新しい新入社員が来た時にその動画を見てもらえれば製品を学ぶことができますイベントの企画運営を任されたらただそのイベントを企画運営するだけではなく運営のマニュアルも作れば 次、自分がそれをやるときの時短にもなるし、新しい方が担当するときの引き継ぎ資料としても使えます。具体的な方法としては、この3つがやりやすいですね。自動化する、動画や AI、テクノロジーを使って、どんどん自動化できるところは自動化する、マニュアルを作る、今自分がやっている仕事の工程表を作成する、教育する、後輩や同僚にノウハウを指導すれば、自分がその仕事をしなくてもよくなる。 この1時間完全燃焼するそれはもちろん大切なことでもそれができるようになってきたらこの1時間は未来への投資になっているのかなそういう発想を持って仕事をする今やってるこの仕事をなくすにはどうしたらいいかもう二度と自分がこれをやらないようにするためにはどうしたらいいんだろうその発想ですこれは問題が起きた時も待って 全く同じです例えば床に水がこぼれていたとしますでその床にこぼれている水を拭くもちろん大切なことだけどこれでは根本的な解決にはなっていませんなぜ床に水がこぼれているのかな上を見たら天井に穴が開いているもしかしたらここからこぼれているのかもしれないそういうふうに仮説を立ててじゃあ天井を直そう。 で天井を直してもうこぼれなくなくったこういう状態が根本的な解決になるんですもちろん床に水がこぼれているすぐに拭くことは大事ですそうしないとお客様に迷惑がかかるからすぐに解決をするそれは大事なんですでそそのの後にその問題が 怒ららないいいようううににするにはどうしたらいいんだろうこの問題が二度と自分のところにそしてあなたのもとにやってこないようにするにはどうしたらいいのかなその問題の根本をちゃんと分析してその根本を取り除くそうすることを繰り返し繰り返しやっていけばあなたの周りに問題が少なくなっていきますお客様からのクレームやお客様からの不満もどんどん少なくなっていっていい関係も築けるようになるし 問題に悩まされることなく今やるべきことに集中できるようになるだから問題が起きた時はその問題を解決するこれ大切大事でもその問題がもう二度と起こらないようにするにはどうしたらいいのかなこれを問題を解,し解決した後にでもいいのでちょっと時間をとって考えてみてください7市場価値を高める 今いるその会社だけじゃなくてどこの会社に行っても選ばれるそんな人間になるということです僕は22歳で社会人になった時に大きな勘違いをしていました会社は社員を育てる学校や上司や先輩は 新入社員を育てるのが当たり前研修やセミナーや講座をタダで受けれるのは当たり前教えてもらえるのは当たり前当然のことなんだでもそのくせ営業ノルマは別に平均でいいみんなとみんなに勝たなくても平均レベルでいいってそんな仕事をしていたんです昔はそれで良かったかもしれへんけど今はもう時代は変わりました 正社員を雇って一から育てていくそうではなくてプロフェッショナルの方を雇って専門スキルを持っている人を雇ってその人に仕事をしてもらうそういうような働き方が広がっています。 とりあえず雇ってからその人にどんな仕事をさせるのかは後から考えるという従来の新卒採用のスタイルではなくてこういう仕事が必要やデザイナーが必要でプログラマーが必要だからその人を雇うというジョブ型雇用が広が広っていま,すまた固定費を削減するためにこれまで正社員にやってた仕事を外部委託したり AI やテクノロジーで自動化していくそういう企業も増えています。 とにかく新入社員を雇って一から育てる手取り足取りじっくり時間をかけて育てていくとそういう時代はもう終わったんですつまり会社は学校じゃない自分が持ってるスキルそして専門性を発揮する場そしてアウトプットして価値を生み出す場所これからの時代 価値を生み出せない社員は会社から必要されなくなりますだからこそあなたは会社から選ばれる人間になることが必要でもっと言えばあなた自身が会社を選ぶそういう力をつけていくことが必要なんですこの会社だけではなくていつでもどこでもどの会社でも自分で選べるそういう風に必要とされる力そして人材になることが大切です会社は学校と思って働いている人と 会社はアウトトプッすす価値を生み出つまり会社はお客様と思って働いてる人ではその発言行動全てが変わってくる教えてくれてありがとうございますその声の響き方が変わってくんね意識が変われば全てが変わる意識が変われば気持ちが変わる気持ちが変われば行動が変わる行動が変われば習慣が変わる習慣が変われば人生が変わる あなたがどのように考えて、どのような意識で働くのか、それが人生を変える大きな変化を生む。会社は学校じゃない。あなたが学んでること、あなたが学んできた経験や知識をアウトプットさせれば、研修を受けることがゴールじゃない。研修を受けて学んだことをアウトプットしてお客様を満足させる。それがあなたの仕事です。8、本音とつながる。 はっきり言います。言いたいことを言わずやりたいことをやらず自分の気持ちを我慢して犠牲にして本音を我慢してがむしゃらに働いていると燃え尽きます。そしてエネルギーが空っぽになってあなたの実力を発揮することができなくなるパフォーマンスが落ちて結果が出ない。 もちろん周りに対する配慮そして相手を尊重すること期待に応えることこれは大切なことですだからといってあなたの本音をマスクしてがむしゃらに一生懸命働いていると力を発揮できず最終的には会社にも迷惑かかるしあなた自身が疲れてしまって楽しくなくなって幸せにはなれないその理由は2つあります1つ目エネルギー分散 自分の本音を我慢して建て前で働いていると自分のエネルギーが360方向いろんな方向に分散してしまいます。 結果を出さなければならない。人と違ったらダメなんだ。失敗したらダメ。空気を読まなければダメ。あの人に嫌われていないかな。認められたい。褒められたい。嫌われたくない。期待に応えなければ、そのように自分のエネルギーがいろんなところに分散してしまい、本来やるべきことに集中できません。本音をマスクせず、本音で生きて、 働いている人は自分がやるべきことに一点集中でエネルギーを注ぎそして最高のパフォーマンスを発揮することができます二つ目の理由建て前で働いていると自分自身でエネルギーを補給することができずエネルギーが空っぽになります 空っぽになるから褒められたい、認められたい、結果を出さなければって、周りの方にアテンションを、えー、注意がいって、そして周りの人のエネルギーや力も奪ってしまいます。その結果、周りの人も離れていってしまうんです。 本音で生きる人は、自分自身にイエスが言える。で自分自身を認めることができる。つまり、自分でエネルギーを補給することができるんです。だから、自然に心のエネルギータンクが溢れてきて、いつもご機嫌で、いつも自然に笑い、いつも自然に人と接することができます。そして、そのエネルギーで周りも自然 周りも幸せにも喜びを与えそして自分の最高のパフォーマンスを発揮することができるこのように本音をマスクして働いているとエネルギーがいろんなところに分散して集中できずそしてエネルギーが空っぽになって力尽きてしまいますだからこそ絶対やらなければならないっていうふうに努力 でするのではなくて自分はこれをやりたいからやるんだというふうに自分の中の本音をちゃんとマスクせずに自分とつながって働くそうすれば夢中になれます。努力はは夢中には勝てない だから仕事をしている中で働いている中でいろんな人とコミュニケーションをしているその中でモヤモヤを感じたり違和感を感じたら立ち止まりましょうそしてそのモヤモヤやその違和感の意味をちゃんと自分で理解するんですそのモヤモヤや違和感は自分の本音と今やっていることがずれているそれを教えてくれるサインですそれでは今現在あなたが あなたの人生や職場でどれだけ本音で働けているのかそれをチェックしましょういくつ当てはまっているか数えてください言いたいことが言えない誰にも嫌われたくない頼まれると断れないいつも愛想笑いをしてしまうやりたいことがわからない心を許せる友達が少ない 素の自分に自信がない親の言う通りに生きてきた将来が心配だ毎日が楽しくない何個当てはまりましたかもちろんこのチェックテストであなたが本音で生きているかどうかのすべてがわかるというわけではありませんただ 最近なんか疲れてるなストレスが溜まってるなモヤモヤしているな楽しくないなと感じたまま仕事をしているとあなたの力を発揮することができずあなたのやる気も湧いてこず無理やりやる気を出さないといけないそれでどんどん疲れていってしまい結果的には実力があなたの最高の力を発揮することができなくなるのですだから本音をマスクしない本音とつながることが大事です どうやって本音とつながったらいいのか簡単です。今この瞬間に感じていることを叶えていくんです。 この瞬間、瞬間沸き起こってくる自分がやりたいこと、自分の望みを最大限叶えていく、そして自分のために時間を使う、自分のためにお金を使う、そして自分自身を大切にしていく、どんなちっちゃな望みでもいいんです。コンビニでちょっと高いチョコレートを買う、で休みの日、ちょっとぶらっとドライブして温泉に行く、大好きな音楽を聴いてリラックスする、どんなことでもいい。その瞬間望んでいることを我慢せずに どどどどんんんん叶えていくそうすればあれもできたこれもできたこれも叶えられたこれも叶えられたあれもできたってなってどん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 自分がやりたいこと自分が好きなことっていうのがあれもやってみようこれもやってみようっていうの小さいことを叶えたらそのさらに大きなことで大きなことでどんどんね自分がやりたいこと自分が好きなことっていうのがどん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 降ってきます。すぐにはその大きききなななことででいいかもししれけど少ずつる限り たくさん自分の望みを叶えていくことで自分は望みを叶えてもいいんだって自分自身に許可を与えることができるんです。エネルギータンクにか エエネネルルギギーータンクのエネルギーがどんどんん溜まっていくんですで溜まっていてご機嫌な状態になると自分の実力を仕事で職場で発揮できるようになっていきますそしてあれもできるんじゃないかこれもできるんじゃないかってそれを一つ一つ自分が決めたことをやっていくことで自分のやる気であったり自分の自信であったり自分のエネルギーがどん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 上がっていって大きなことを叶えられるようになっていきますだからまずは リラックスすすることが大事ですあなたがリラックスできる時間をあなたのためにプレゼントするそしてあなたのためにお金を使うちょっと高い水筒を買ってみるとかお気に入りのもの我慢してたものを自分のために自分にプレゼントする自分にプレゼントできる人が相手にプレゼントできるようになります。 だからこそ本音をマスクしないで自分の本音とつながるということもやもやや違和感を感じたときに立ち止まってそれを紙を出してその紙に書いてみても OK ですどんなこともやもやしているのかなどんな気持ちなのかななんでもやもやどんな出来事がどんな仕事が誰に何を言われたからもやもやしている違和感があるそれを紙に全部吐き出していきましょうそうすれば楽になってそして楽になって自分がその時から望んでることを一つ一つ叶えていく と少しずつご機嫌になっていきますだからまずはあなたの本音とつながりましょうあなたの本音とつながった上で 周りを幸せにしたいそれなら、OK、ならんですでも自分を我慢して自分のことを犠牲にして自分のことが何も分かってない見えていない状態で周りに嫌われてはいけない周りに役に立たないといけないというふうにやっているとその結果相手を不安にさせて相手から力を奪うことになっていくそ,れそんな環境ではいい関係は育めていかないんですだから相手を幸せにするそれ,は、OK、ですそれは OK だけど自分とまずつながった上で私 私は心から相手を幸せにすることを望んでいる自分とつながってそれを望んでいるならそれは OK だと思うんですだから努力するのはやめるそう努力っていうのは 自分の本音とつながらずに一生懸命やらなければならないっていう観念ですそうではなくて夢中になる自分の本音とつながって自分が今やるべきこと今この一点にフォーカスするそうすればあっという間に時間が過ぎて最高の自分のパフォーマンスを発揮できそして望んでいる結果を手に入れられるようになります本音とつながりましょういよいよこれが最後になりました9ミッションを持つ ミスターオカチただいま歳です。この40年生きてきてはっきりと分かることがありますそれはミッションを持つと人生が変わるミッションそれはあなたがどうしても解決したい社会の課題ですそのどうしても解決したい社会の課題と今やっているその仕事が結びつけば これがたとえ面白くなくても、やらなければならない嫌なことでも、やりたいこと、面白いことに変わっていくんです。サラリーマンなりたての頃、営業マンやった時は、僕それなかったです。ミッションなんかなかった。ただ与えられた営業ノルマ、上司から言われた仕事を、 こななすすそんん仕事をやっていたんですこのノルマをこなさないと出世できないし居場所がなくなるだからこれをやらないといけないんだと目先のノルマしか見えていなかったそしてそれがね達成できた時は嬉しいですでもその,その喜びや嬉しさっていうのは一瞬ですそれをやった後にまた新しいノルマをやらないといけないのかこれをやらないと居場所がなくなるのかそういうふうに脅されてそういうような不安を抱えて仕事をしていたそしたらどうなったか エネルギーが空っぽになってうつ病になりましたこんな話がありますレンガ職人旅人が3人のレンガ職人に出会い何をしているんですかと問いかけます1人目は親方の命令で積んでるんだよ見たらわかるやろこんな仕事はもう早くやめたい2人目は壁を作っているんです大変だけど 金を稼ぐためにやっているのさ3人目後世に残る大聖堂を作っているんだよ完成すれば多くの信者の拠りどころになるだろうこの仕事につけて本当に光栄だそのように答えましたこのように同じレンガを積むという仕事でも 文句を言いながら働いている人もいれば幸せに働いている人もいるこの違いは何かそれがミッションなんです。3人目のレンガ職人はミッションを持っていました。 この仕事をやった先にこのレンガを積んだ先に大聖堂ができていくんだその大聖堂には世界中から悩んでいる人不安な人が集まってきて癒されていくんだそういうことをイメージしてレンガを積んでいただからストレスなく楽しく自分の力を発揮しながら仕事ができるんですそうなんです ミッションなんですそのミッションを持てるかどうかであなたの力を発揮できるかどうか仕事が楽し,い楽しめるか楽しめないかが決まってくるんですではどうやったらミッションが見つかるんでしょうかさっきの僕の話には続きがあります営業ノルマを頑張ってそして燃え尽きてててししままっっっうつ病になってしまったそれでも僕は仕事を休むことはできなかったんです 仕事を休んだら人生が終わりやそう思っていたからだから一生懸命力を振り絞って働いていましたこれは本当はよくはないことですうつ病になったら病院に行って休息する休むことが大事ですでも僕にはそれができなかっただから僕がしたことどの仕事も面白くなくてつまらなくて自分にとって意味が見えずやりがいがなかったでも たたった一つだけちょっと自分が得意な仕事があったんですそれはうつ病の薬の情報提供ですいろんな薬を販売していましたその中でうつ病の薬これを説明することこの情報を提供することはちょっと と得意やったんですだからまずはいっぱいいろんな薬あるけれどもいろんな商品あるけれども自分が得意なことをやってみようということでそのうつ病の知識薬の情報を徹底的に勉強しました勉強して勉強して勉強して学びましたそうすることで少しずつお客さんつまりドクターから喜びの声をいただけたんです 岡くんが言っていた通りお薬を使ったら仕事に行けなかった人が眠れるようになって仕事に行けるようになったよずっとずっと家に引きこもっていたおばあちゃんがちょっと元気になってお孫さんとの散歩ができるようになったよ火事で疲れたお母さん何をやりたくないもう死にたいって言ってたお母さんが ちょっと元気になって、そして意欲が出てきて、今は休みの日はテニスをできるようになった。そのような喜びの声、感謝の声をたくさんいただけるようになったんです。これね。 僕人生初めてやったんですよ自分が勉強したこと学んだことが誰かの役に立てるって今までなかったですもちろん受験勉強をやりましたテストをやりましたでお母さんとか先生から褒められましたよでもそれって違うじゃないですか僕が勉強したことでその人の役に立ったわけじゃなくてその人が望んでいることの答えたことで役に立ったっていうことじゃないですか今回も違うんですよ僕がうつ病の情報を学んだことを提供することで苦しかった人が苦しくなくなったんです 幸せになっ,てなったんです,喜んだです,でですその声を聞かせてもらえたんですそれがねものすごく嬉しくなってだからもっとやろうと思いましたもっともっとうつ病の勉強うつ病の薬の勉強をやりました休みの日もセミナー行って講座行っていろんな先生とじあの深く話すことで現場の悩み困ってることをヒアリングしましたそして困ってることに対してピンポイントで最新の文献を届けましたそういうことを重ねていくとどんどんそのうつ病の薬の情報提供が好きになって 得意なことをやり続けたらそれが好きになったそしてそれをどんどんやっていくとミッションが見つかったんです僕はうつ病を治すことこれ大事なことうつ病を治すことは大事なことだけどうつ病っていうのはものすごく苦しい病気死にたいって思う病気これは治すことよりもなくすことの方が大事なんじゃないか。 なななならいいようにする予防するる予防ことが大事なんじゃないかどうやったらうつ病がこの世からなくなるんだろうどうやったらうつ病に悩まされることなく自分らしく生きていけるんだろうそこがそれをやりたいって思ったんですよ自分のミッションが見つかったんですじゃあどうやったら自分らしく生きられるのかどうやったらうつ病に悩まされることなく社会で自分の力を発揮して幸せに生きていけるのかそれを徹底して考えましたそここでで出てきたた答えがこれだったんです 教育です社会に出る前に社会のリハーサルをするでそこで社会の学生時代にいろんな体験をするそうすればうまく社会に馴染めるんじゃないか学生で学んだことを学校で学んだことをが学校や、えー、会社や職場で発揮できるんじゃないかそう思ったんですだから僕は和歌山に生きる力を育むライフスキルの学校を作りました。 そこで子どもたちに学校で学んだことを学校だけじゃなくてスポーツで学んだことをスポットライトを浴びているその瞬間だけではなくていつでもどこでも発揮するそのための教育をやろうと考えたんです。はいこんな感じ <laughs> まあこれはたまたまだったかもしれません。 でも自分がちょっと得意だなと思っているうつ病の薬を販売していたらそれから周りの人からすごい感謝されてそれがどんどん好きになったそしてそれ好きになったことをどんどん深く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 追い詰め追い詰めるじゃなくて深掘りしていくとその本質的な問題にぶち当たったそれがうつ病をなくすことそのためには僕は教育が必要だと思って今は教育を転職にして毎日働かせていただいてます。 だからあなたに伝えたいもしあなたがその職場で会社の中でやりたいことがあるんだったらそのやりたいことをするためにどうしたらいいかを考えたらいいこれはシンプルですでもやりたいことがないのであればちょっと得意なこと 好きなことをやってみようそれをどん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 やり続けていったらもっともっと得意になってもっともっと好きになるでそういうことを繰り返していって掘って,掘って掘っていけばあなたのミッションが見つかるそのミッションそれはあなたのやりたいことですでもしあなたが得意なことも好きなこともないのであれば。 とにかく与えられているその仕事目の前に向き合っているその仕事を全力でやりましょうそれを全力でやって120点出すそのそういうことを繰り返し繰り返しやっていけばあなたの得意なことが増えていきますできなかったことができるようになりできることがもっとできるようになるそして得意なことを見つけたらそれをやり続けてたらあなたのミッションが見つかる 今の僕のこのストーリーですがこれはメモの魔力を出版された前田裕二さんも同じようなことを言っていました「マスト、キャン、ウィルでやりたいことが見つかる「マストはやらなければならないこと「キャンは自分が得意なこと「ウィルはやりたいこと「ウィルがある人は「ウィルをやったらいい「ウィルがなくて「キャンがある人は「 キャンをやり続けてたら、それがウィルになる。キャンもウィルもない人はマストをやり続けるそうすればキャンが見つかりやりたいことミッションが見つかっていくこの世の中に意味のない仕事なんかないもしその仕事が楽しくないつまらないならそれはあなたがミッションを見つけていないから もちろん自分のやりたい仕事だけではなくてど真ん中の仕事だけじゃなくていろんな業務仕事を振られることがあるなんで俺がこんなんやらなあかんねんそう思うこともあるでもそんな仕事にもミッションを見つけてほしい。 この仕事をやり続けてたらどんないいことがある漢字受付、コピー、その仕事をやり続けてたらどんないいことがあるんだろうって、それを想像すんねん、でそれを想像して、そのミッションと今、与えられたこのタスクが一本の線につながったら、やらなければならないことが、やりたいことに変わる、つまらん仕事が面白い仕事に変わっていく、そうすれば楽に、ストレスなく、夢中になって働ける、ワクワクして。 仕事を面白くするのもつまらなくするのもあなた次第やねあなたがミッションを見つけるかどうかそしてどうせ働くんやったらワクワクして働こうそのメッセージを伝えたかったからこの行動習慣を9つ目最後の行動習慣にしました以上です最高の自分を発揮する9つの習慣1つ目何があっても時間は守る2つ目会議では必ず発言する 3つ目、ラフ案を送る4つ目、銃を聞いて位置をつかむ5つ目、120点の仕事をする6つ目、仕事をなくす方法を考える7つ目、市場価値を高める8個目、本音とつながる9個目、ミッションを持つ。 いきなり全部やるのは大変やと思うので何か一つだけ一つだけで OK それを3か月やってみましょうそしてこの動画は何回も何回も見てください3か月おきに見てくださいそうすればあなたの意識が変わりますで意識が変われば気持ちが変わり行動が変わりそして人生が変わっていきますそうなんです小さな変化が大きな変化を生んでいくんです 人生に大きく影響を与えるそんな変化を生み出していくですので何回も見てもらえたら嬉しいです僕はあなたが最高のあなたを表現してあなたらしく生きることを心の底から応援してます えこの動画少しでも勉強になったためになったっていう方がいたらえ高評価ボタンを押してくれたら嬉しいです、えー、このチャンネルではとにかくあなたがあなたらしく働くための考え方や行動習慣を全力で紹介していますもしあなたが本音で生きていきたいそして自分らしく生きていきたいそのように願っているのであればチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいです はい、ということで、ジーエンド、それではワンダフルな一日をお過ごしください。さよなら。できたね、いい感じに、多分。